日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。1番。1> 会社で男の人と女の人が話しています。女の人は、 どうやってドアを開けますか佐藤さん、今日からお仕事をお願いすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、部屋の入り方を説明します。部屋の出入り口には安全のために鍵がかけてあり、関係者以外は入れないようになってます。はい。私たち社員は暗証番号を押すか、人差し指で機械に触れてドアを開けるんですが、 佐藤さんはアルバイトですので、こちらのカードをお使いください。このカードを機械に入れると、ピーッと音が鳴ってドアが開きますので。はい。女の人は、どうやってドアを開けますか 2番女の子とお父さんが台所で話しています。女の子は何を買いますか今日のお昼焼きそばやったーうん。材料は全部あるかなと。豚肉、そば、人参あキャベツがない。買ってこようかこれからノートを買いに行くところだから。じゃあ。 頼もうかな。あ、ちょっと待って。ここに白菜があるから、キャベツは買わなくてもいいよ。あ、そうだ。買い物に行くんだったら、ついでに卵を頼んでもいいかな。うん、わかった。女の子は何を買いますか 3番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生は何を手伝いますか今度の日曜日、新しい本棚を買いに行こうと思ってて、ちょっと手伝ってほしいんだけど。うん、いいよ。悪いんだけど、本棚を車に乗せて、うちまで送ってもらえないもう買うものは決まってるから、 店であれこれ選ぶ必要はないんだけど。でも、本棚車に乗る自分で組み立てるタイプだから乗ると思うんだ。それならいいよ。組み立てるのも手伝おうかありがとう。それは大丈夫。そんなに難しくないみたいだから。組み立てた後、ペンキを塗ったりして自分だけの本棚を作りたいんだ。そっか。じゃあ、日曜日よろしくね。 男の学生は何を手伝いますか ?4 番学校の健康診断で看護師が話しています健康診断を受ける人はこの後まず何をしますか このグループの人は集まりましたね。皆さん、健康調査のアンケートを書いて持ってきましたかはい。では、身長と体重を測ります。その前に、靴下は脱いでおいてください。次に、血圧を測って、内科の診察に進みますが、そこで医師に健康調査のアンケートを出してください。アンケートは、 それまで自分で持っていてください健康診断を受ける人はこの後まず何をしますか 5番会社で女の部長と男の人が話しています男の人はこのあとまず何をしますかおはよう今忙しいちょっと手伝ってほしいことがあるんだけどはい部長急で悪いけど午後の会議のこの資料3ページ目の表をグラフに変えてくれない 資料は本田さんに作ってもらってたんだけど、今、お客さんから電話があって、本田さん、お客さんのところに行かなくちゃいけなくなったんだって。あの、部長、実は森課長に出張の報告を午前中に出すように言われているんですが。そう。じゃあ、森課長には私から事情を説明しておくから、こっちの方を先にいいわかりました。ありがとう。 男の人はこの後、まず、何をしますか ?6 番。電話で男の人と大学の係の人が話しています。男の人は、 大学の卒業証明の書類をもらうために、この後何を送りますかはい、もしもし、木村です。桜大学学生課の林と申します。先日、卒業証明の書類のお申し込みを郵送でいただきましたが、その申し込み書類についてご連絡いたしました。はい。 あの、実は足りないものがありまして。え、申し込み料の200円分の切手と返信用の切手も送りましたけど。い,いえ、料金は大丈夫です。最近、やり方が変わりまして。以前はこちらで返信用の封筒を用意してたんですが、現在はそちらでご自宅の住所を書いた封筒を、その他の書類と一緒に送っていただくことになっております。ああ。 そうですか。はい、わかりました。申し込みの用紙と免許証のコピーは確認できてますので、それだけもう一度送っていただけますかはい、すぐ送ります。男の人は大学の卒業証明の書類をもらうために、この後何を送りますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 一番。うちで男の人と女の人が話しています。子供の誕生日の日に何をすることにしましたか来月、拓也の誕生日だね。今年で7歳になるね。誕生日どうする去年は食事に行ったけど。うん。 あの子、喜んでたね。今年は本が欲しいって言ってたよ。うん。誕生日、ちょうど日曜日よ。みんなで一緒にどこか出かけましょうよ。あ、あの子、動物が好きでしょ動物園がいいんじゃないそうだね。そうしよう。あ、でも、サッカーの試合を見に行くっていうのはサッカー、ずいぶん上手になってきたからね。 私、サッカーよくわからないから。そうだね。家族で楽しめるのがいいね。子供の誕生日の日に何をすることにしましたか 2番。男の人と女の人が話しています。男の人はどうして遅れましたか？遅くなってごめん。遅い。映画もう始まったよ。また寝坊？違うよ。急行電車に乗ったら。 次の駅まで行っちゃって、今日はせっかく早く起きたのに。もう、あんなに約束したのに、遅れないでって。本当は映画見たくなかったんでしょう。そんなことないよ。ごめん。本当にごめん。もう、約束忘れたのかと思ったよ。 男の人はどうして遅れましたか。三番。道で男の人と女の人が話しています。女の人が散歩を始めた理由は何ですか。女の人です。 本田さん、おはようございます。散歩ですかええ、鈴木さんもですかはい、引っ越してきた時に町のことを知りたくて始めました。本田さんは健康のためですかああ、健康のためではないんですけど、えー、っと、好きな歌手がこの町に住んでるって噂を聞いて、会えるかもって期待して歩き始めたんです。ああ、そうですか。 それで会えましたいえいえ、もう諦めました。でも散歩をするようになってから姿勢も良くなったし、花や木を近くで見られて季節を感じるようになりました。そうですか。確かにこのあたりは緑が多くて一年中花や木が綺麗ですよね。女の人が 散歩を始めた理由は何ですか ?4 番女の人がインタビューに答えています女の人はこの街の変化についてどう思っていますか このあたり、私が子供の頃は小さなお店しかなくて人も少なかったんですよ。でも、5年ほど前からおしゃれな店が増えてね、若い人がたくさん来るようになりました。その分、昔からの店はどんどんなくなってしまって、寂しがる年寄りもいますけど、私はいいと思うんですよ。 街に元気が出てきましたしね。でも、私はおしゃれな店なんか全然使わないんですけどね。女の人は、この街の変化について、どう思っていますか 5番男の人と女の人が話しています。女の人がペットに鳥を選んだ理由は何ですか伊藤さん、鳥を飼ってるんだってね。犬が好きだって聞いたことはあったけど。うん。私、出張が多いから。 犬や猫は難しくって。二三日留守にしても大丈夫なペットが良かったんだ。毎日散歩に連れて行くのも大変だしね。そう。鳥なら餌と水を入れておけば大丈夫だよね。散歩もいらないし。そうなんだ。よく知ってるね。僕も鳥を飼いたくて。色が綺麗だよね。その鳥は手に乗ったりするの手に乗ったりはしないんだけど、 最近はコミュニケーションが取れるような気がする。朝、かわいい声で挨拶みたいなのしてくれるようになったんだ。へえ、いいね。女の人がペットに鳥を選んだ理由は何ですか 6番。ラジオで市長がマラソン大会について話しています。市長はこの大会について一番知ってもらいたいことは何だと言っていますか来月、南市ではマラソン大会が開かれます。この大会は 子供から大人まで参加でき、楽しく走ることができます。また、たくさんの外国の方も参加しています。外国の方は観光で訪問し大会に出る方もいますが、この街に住み生活している方がほとんどです。この大会は言葉や文化の壁を越え、市民の皆さんが交流する機会にもなっていて、特に この点を皆さんに伝えたいと思います。これからも南市の方、国内、海外の観光客など、多くの方に興味を持っていただきたいです。市長はこの大会について、一番知ってもらいたいことは何だと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番 1> 男の人と女の人が映画について話しています。田中さん、昨日見に行った映画はどうだった 一緒に行った友達は感動して涙が止まらないって言ってたけど、私はそれほどじゃなかったんだ。僕の友達もあの映画を見るならハンカチが必要だって言ってたけど多分、人の話をたくさん聞いて、期待が大きくなりすぎてたんだと思う。そうか。そういうこともあるよね。何も聞かないで見に行きたかったな。 女の人は映画はどうだったと言っていますか 1, ?1 とても感動した 2, 2全く感動しなかった3思っていたより感動した4思っていたほど感動しなかった 2>, 2番、留守番電話のメッセージを聞いています。もしもし、田中です。明けましておめでとうございます。そちらにお引っ越しされて、もう1ヶ月になりますね。新しいお宅はいかがですかところで、来月、山田さんが日本に帰ってくるんで、 うちで歓迎会をするんですがよろしければいらっしゃいませんかまた明日にでもお電話いたします主な用事は何でしたか一お正月の挨拶 二、引っ越しの挨拶三、<3 S 1> 新しい家に行く約束四、<4 S 1> 歓迎会へのお誘い三番、ラジオで アナウンサーが話していますチョコレートにはいろいろな種類がありますが実はチョコレートは長い間飲み物として愛されていました原料の実に砂糖で甘い味をつけた食べるチョコレートが作られたのは19世紀で日本では 1879年頃だそうです。はじめは日本にない色や味だったため、人気が出るまでに時間がかかったそうです。アナウンサーはチョコレートの何について話していますか 1, ?1 チョコレートの歴史二、2> 2 チョコレートの原料3チョコレートの種類4チョコレートの人気問題4問題4では 絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか一番お世話になっていた先生に久しぶりに会いました。何と言いますか一ご苦労様です二お待ち遠さまです ご無沙汰しております。2番。2> 友達のジャケットのボタンがありません。何と言いますか ?1。1> あれボタン取れてるよ。二。 あれ、ボタン、落ちそうだよ。三、あれ、ボタン、取らないと。三番、ここで写真を撮ってはいけません。友達に注意します。 何と言いますか一、取るなって書いてあるよ。二、取りなさいって言ってるよ。三、取らなきゃいけないんだって。 4番、部長から明日ゴルフに行こうと誘われました。一緒に行きます。部長に何と言いますか ?1、ぜひいらっしゃってください。2、2> また誘っていただけますか 3>, ?3、ご一緒させてください。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では、 始めます1番いろいろお世話になりました。1お願いします。2> 2こちらこそ。大丈夫です。 2番今度出張で海外に行くんだっていいなぁ。1, 1本当忙しい出張だったよ。2, 2じゃあお土産買ってきてね。3遊びじゃなくて仕事だから。 3番、佐藤くんのおかげで会議の準備早めに終わったよ。1、また手伝うからいつでも行って。2、2> 手伝ってくれてありがとう。3>, 3、何から始めればいい 4番、鈴木さん、ピザが届きましたよ。冷めないうちに食べませんか ?1、1> 後で食べるっていうことですか 2>, ?2、じゃあ、あったかいうちに。ありがとうございます。3、冷めちゃったんですか 5番、すごい雨だね。やみそうにないね。1、雨、止んでよかったです。2、2> ずっと降りそうですね。3>, 3、傘はいらないでしょうね。 6番。肉ばかり食べてないで、少しは野菜も食べなさい ?1。野菜は食べなくてもいいってこと ?2。2> 肉だけじゃなくて、野菜も食べてるよ 3>, ?3。肉だけ食べなくちゃいけないの 7番。リーさん。リーさんにこの書類、コピーだけじゃなくて、ホチキスで止めるのも頼んだよね。1>, 1。あ、うっかりしてました。すぐやります。2。2> ホチキスはしなくていいんですか ?3。コピーだけだったんですね。 8番新しい商品のアイディアは消費者から募集した方がいいのではないでしょうか。1そうですね。募集する方向で行きましょう。2, 2じゃあ募集をやめるってことですか ?3, 3消費者からは募集しないんですね。 9番。電話でお願いした資料取りに来たんですけど。1。1> じゃあ、すぐ作ってきて。2>, 2。そこにあるんで持ってって。3。机の上に置いといて。